はい、今日は三河遠州の超低山シリーズで牛乗山に登りに来ました。岡崎市の東部にある市畑山薬師寺の隣にある山ですね。はい、ちょっとね、お参りしてから登っていきたいと思います。すげえな。じゃあね、お参りしたんで隣にある山を登っていきたいと思います。はい、今ね日曜日の2時50分ぐらいなんですけども、今ね市畑山薬師寺をちょっとお参りをして隣にある山をね登りに来ました。市畑山薬師寺すごかったな。人が、車が100台ぐらい止まってて、まあ厄除けとかね、まあ病気が早く治りますようにとか、まあ薬師寺なんでね、まあそうやってみんなお参りに来てるんだと思うんですけど、すごい人でしたね。今日この岡崎市の東の方の山をね、超低山ですね、2つ登れればいいかなっていうふうに思います。でここなんですけど、はい、こんな感じでね、これがもうあれかな、牛乗山っていうところに来てるんだけど、あれもこれ多分これが牛乗山ですね、ゴールですね。1分ですね、1分。あれ、え、来たお寺の横の山に入って1分でここまで来ちゃいました。近いな、運動にもならんなっていうぐらい近いです。ちょっと記念写真撮ろう172m、下からねこの市畑山薬師寺の方に登ってこれば、まあまあボリュームあると思うんだけども、市畑山薬師寺のところまで車で登ってきちゃったからさ、もうここの山に入って1分で山頂がありました。でここね、思い出したんだけど、小学校の時さ、ここ市畑山薬師寺まで遠足で僕来て、ここの山の中をぐるぐる走り回って遊んだ覚えがあるので、もう何十年ぶりかにね来ました、牛乗山。だからね、初めてじゃないね、ここもう30何年ぶりかな来ました。あっちの方に、あ、なんか見えるな、高速道路、東名高速が見えて、こっちですね、なんもないですね。うん、この牛乗山以外もう一個ね今日行こうと思ってますけど、城山ってところが近くにあるので、ちょっとその城山の方に行こうかな。あ、でもなんかちょっと奥の方に道があるね。ちょっとこれぐるっと回って帰ります。はい、ということでね、一周ぐるっと回ってね、もう終わりなので、これでね次の城山に行きますね。大人になってこの山ちょっと入ってみたら、すごい狭い場所だったな。ここでさ、なんかこうみんなで遠足で来て、ここで昼ご飯食べて、ここら辺の牛乗山のあたりで遊んで、で小学校までね帰った覚えがあります。じゃあ次の城山の方に行きたいと思います。3時17分、2つ目の山に来ました。城山ですね、山中城址遊歩道っていうところに来ました。岡崎市の東部の方ですね。僕3歳ぐらいまで多分このそばに住んでたと思います。山中城址って言って、山中城の跡かな、そこが城山、この上がさ、この城山っていう山になってるんだけど、ぐるっと回って、まあ近い、30分かかんないと思うけど、ここを登っていきたいと思います。はい、岡崎観光きらり100選、山中城址、岡崎市指定文化財、県下最大級の規模を持つ山城である。現在残されている山城の中でも、その意、難しいなこの字、これ読めない、をよく残しており、貴重な史跡であるということで、じゃあここ登っていきたいと思います。はい、じゃあ登っていきます。よし、
さっきちょろっと歩いただけで運動にもならなかったんで、こっちはちょっと運動になりそうだね。ぐるっと回ったら、よし、昨日僕さ、クリスピーピザ、クリスピー生地のピザをさ、昨日初めて作ったのよ、自分で。で、昨日の昼間にこう4枚焼いて美味しかったんで、でね、昨日薄力粉でピザ生地を作ってね、でなんかクックパッド見てたらさ、強力粉で作った方がいいみたいなこと書いてあったんで、強力粉を買ってきてもらって、昨日の夜またピザの生地をこねて、昨日はさ丸いピザを25センチぐらいの丸いピザを4枚焼いたんだけど、オーブンレンジでこう焼くのもさ、余熱とかめんどくさいんで、オーブントースターに入るサイズに楕円形のピザを伸ばして、昨日夜ねピザ生地をこう6枚作って冷凍にしといた。でそれを今日朝焼いて食べたんだけど、めちゃくちゃ美味しかったけど、で子供もうまいうまいって食べてくれて、ああうまくできたなっていう風に思ったんだけど、ピザってやっぱお腹にくるね。ピザたくさん食べたらお腹苦しくてさ、あこれもう昼間から酒でも飲んだろうかなっていうことがあったんで、ちょっと迷ったんだけど、あでも食べ過ぎてお腹苦しいし、ちょっと歩こうかなと思って今日はね出かけてきました。でさ、昼からお酒飲んだろうかなっていうふうに思ったのは、僕スマホでゲームやっててさ、ギルド戦って言って、ギルドに今20何人人がいてこうチーム組んでるんだけど、全ギルド総派戦みたいなやつが毎週日曜日あって、ギルド同士が戦うね、そういう戦いがあって、7週間ぶりにね優勝したんだよ、うちのギルドは。でそこに至るまですごい紆余曲折があって、強い人を何人かね、先週ぐらいからこううちのギルドにこうね勧誘かけて3人ぐらい迎え入れて、うちのギルドね、全サーバーの中で、全サーバーって言っても、まあ、1万人ぐらいが集まって全サーバーになってんだけど、その中で20人前後のこうチームがひしめき合ってんだけど、その中で1位になった。でそれがちょうど昼にギルド戦があって優勝したんでね、やったぜってみんなで盛り上がって、もうこれは祝杯あげんといかんなと思ってね、でビール飲もうと思ったけど我慢、ちょっと歩き来た、歩いてこれで運動してさ、少しそれで気分よくこう家帰って、でビールを飲んで祝杯あげようかなと。まあ大人ながらにそんな携帯ゲームで盛り上がるのもちょっと恥ずかしいんだけど、頂上まで 200m、 山中城址四角方面、こっちだね、よし。まあ大人ながらにさ、そんなスマホゲームでこうなんか盛り上がってさ、やったぜ優勝したぜっつって、ナンバーワンギルド取ったぜっつってさ、盛り上がるのもどうかと思うけどさ、もう50歳近くなった親父がさ、そんなこと言うのもなんだけど、いやすげえ嬉しかったんだよね今日。だから家帰ったら別に家族の人、別によかったねって誰も言うわけでもないけど、何も言ってないけど家族には、でも自分の中ではよしギルド戦取ったろみたいな。だから一人で祝杯をあげますよ、ね、ギルドメンバーとこう LINE でチャットしながら祝杯をあげます。まあそういうささやかな楽しみね、まあ、ゲームがあったり山登ったり美味しいもん作って食べたりだけど、昨日から今日にかけてこんな大きいピザをさ7枚焼いて食べたから、結構ねレベルアップしたよ。ほんと今
朝焼いて食べたのは会心の出来だったね。そこら辺の宅配ピザのピザより美味しかった、マジで。でかいさ、このクリスピーのピザ生地があと3枚あるから、またちょっとそれ食べるの楽しみだね。まあ冷凍にしてあるけど、ピザ生地って自分でこう練ったら、あの発酵させるタイプはめんどくさいけど、クリスピーの生地はね簡単だね。ぐるぐるってさ、小麦粉に水入れて塩入れてさ、オリーブオイル混ぜてちょっと砂糖入れてこねてさ、30分寝かしたらで生地出来上がりだから、それで丸めてこう伸ばしてさ、1キロ200円の強力粉を使うと20枚できるんだよね。で1枚ピザ生地10円じゃないですか。そりゃ粉もん屋さん儲かるよなって思うぐらい安上がり、うまい。ああちょっとハマりそうだね、ピザ作りも。トマトとチーズのさ、マルゲリータみたいなの作ったんだけど、まあ、それだけじゃちょっと物足りないんで、もっとアレンジバージョンのピザをね、これからちょっと研究して作っていこうかなと思います。よし、もうこれもうすぐじゃない。よし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 、歩きながらよく喋るよ。一人で喋ってたらおじさんとすれ違ってちょっと恥ずかしかったわ。おお、ここから御嶽山が見えます。今日は曇りで、今ちょっと小雨がパラパラ降ってきたんで何も見えないね。馬出し、ここに馬でも繋いでたんでしょうね。なかなかここいいね。あの上が山中城址ですね。ちょっと上上がってみます。これが山中城址ですね、城山。山中城址来たよ、やったぜ。記念撮影だね。よし、まあ、ここ登るのにどうかな、10分、なんだかんだ20分ぐらい経ってんな。よし、写真撮ろう。山中城址、標高が 194m になってるね。200m 弱。なかなか綺麗だよ。いいね。ここにお城が建ってて、ここでね、こう敵が攻めてくるのをこう見張ってたのかな。で、ここはさ、すぐ下にこう東海道を、53次の東海道が走ってるから、まあ重要箇所だったんだろうね。いや、いいね、いいよ。雨降ってるね、結構冷たいな。じゃあちょっと帰ろっかな。でもちょっとあの奥行ってみよう。はい、今日もね、三河遠州の超低山をね、2座登ってきました。2座ともね、手軽に登れるいい山でした。またね、違う山にね、どんどん登っていきたいと思います。今日は以上です。はい。